サーブに至ってのに買い手の情報ゼロ。そうは言ってもよ、用心深いんだ。俺の前じゃ話さなくて。そりゃそうだ。でも俺がホイなんとかの専門家だって話は信じてたぞ。ホイサラね。それそれ。線路見つけた。多分ね。遺跡の後に近代の建物見るとなんだかばっかり。あれはイギリスかポルトガルのだろう。1800年代だから近代じゃない。くそ、これだ。ヘリだよ。生きてるってバレたらまずいことになった。で、ナディン。ちょっと慣れ慣れしく呼ばないで。そりゃすみませんね。オッケー。こっちよ。了解。ナタなんてないわよね。手伝って。わかった。行きな。いい。行って。そんじゃお先に。うっそ。忘れてた。サム、どこにいるの？すぐ行く。いたいた、おかえり。ねえ、これ使えるかも。ちょっと何なのよこれ、重すぎ。マジで重いね。私はいつもマジ。てか、どっちかがロープ貸してくれりゃいいんじゃないか。ダメ元だ。寄り道来ないの？行きたいけど橋が壊れちまってんだよな。ねえ、これ使えるかも。ちょっと何なのよこれ、重すぎ。ダメ元だ。大丈夫？ファイト。行こう。ここは危険だからね。なあ、あいつがいるとそわそわするんだけど。ナディン、上で何か探してくれる？俺が行くって。いい、平気。ほら来て、持ち上げる。あ、そう。いいですよ。黙って見てな。そう。よし。なんか登れそうなもんあるか？木箱かなんかさ。これならどう？やる。
オッケー。上りの先行って、年寄り優先。優しいじゃん。いや、私があんたを置いてくのが心配なだけ。はい、んじゃ、俺が先に行ってこようか。置いてかないってば。もっと優しくしてあげて。サム、先進めそう？ああ、多分。でもフックは必要そうだな。了解。今行く。やば、あぶな。大丈夫？ええ、よし。そんじゃナディンのフック借りて。いや、こうしよう。おい、何？じっとして。おい、ちょっと、おい、じっとしてって。たくなんだよ。おい、痛い。ちょ、お前もかよ。偵察どうもありがとう、サム。たく、ちゃんとロープ残したんだよ。よし、オッケー。上に洞窟がある。線路に繋がってるかもね。あいつが先行くの？先に行く？ロープ置いてって。了解。次は自分のロープ持ってきて。いいぞ。それじゃあ、いや、いや、んで、ここは報酬もらえんだろうな。いいわ。それじゃ、まあ数も少ねえし、ここは一丁。待って。あのアサーブって男、かなりマジだな。見物になりそうだ。信じらんない。ショアライン？なんでいいんだ。ぶちのめしたはずだろう。サム。なんだよ。ねえ。平気？うん、平気。切れたりしないでよね。平気だよ。お嬢さん方、それじゃこうしよう。俺は右にいる男で、二人はあの、平気じゃないじゃないのよ。ショットガン。私の演技どうだった？演技賞間違いなし。
寝てなさい。ご観念しやがれ。奴らは向こうだ。あっちを調べろ。ここにはいない。ナディン、今の何？何？あんたの真似しただけ。ああ、そう。行こう。ショーラインに牙は絶対に渡さないよ。出口崩れたんじゃないか？かもしれないわね。見てみよう。駅？ああ。ここ通れそうじゃない？手伝って。オッケー。フレーザー先行って。ええ。あ、大丈夫か？ええ、車庫が近づいてきた。もうすぐ着く。ちょっと嘘でしょ。わあ、目に合うわけ。車庫はすぐそこ。マジかよ。おい、生きてたのか。ナディン、こっちだぞ。ねえ、平気なの？平気。サムが大声で怒鳴るまではね。今どこ？ラジオ塔のそば。ナディン、上行けそう？フレーザー、ロープ引っ掛けられる場所探すよ。ああ、助かる。
いいものあった。ねえ、柱に固定しろ。やってるよ。ほら、よし、登りな。なんかやばい音。倒れるよ。嘘。早く登って。やめて。おい、ほら登れって。ドレイク、しっかり掴んで。やってるよ。おい、マジかよ。ったく、丈夫そうだったのに。二人ともありがとう。うん、上出来。あいつのアイデアにしてはな。で、アサーブからショアラインの話は？聞いてない。俺が知ってるのはインド軍に供給網を断たれて外部の助けが必要ってことだけ。だからってショアラインと。ま、ショアラインは来るもの拒まずだろ。ああ、悪い。実際、そうだしね。動かない。手伝って。あ、ちょいだぞ。あ、まずい、危ない。あ、びっくりした。みんな平気？ああ、でもこれはもう登れないな。でも抜け道があるかも。はい、諦めるの？高いね。サム、あなたの背なら届くんじゃない？ほら、持ち上げる。手伝うよ、ハーレムね。ああ、ほら、そのなんだ、まあ俺に任せろって。いつでも OK。 結構重いね。あ、くそ、悪い。サム、上に予備のはしごがあったりしない？そんじゃ見てみるよ。内容の濃い数日間ってところ。まあ、まさかサム・ドレイクとまた会うことになるとはね。ほら、私もあなたを信用してなくて、ちょっと試したりもしたし。紛争地域で2時間待たせたのもテスト。我慢強さはパスしたろ。ああ、あの時のこと。あれはただ遅れただけ。市場にいた女の子にスカーフ買わされたの。ほんとしつこくって。だろうね。おい、二人とも線路に戻れ。いいもの見つけたかも。オッケー、行く。それでサム、何かある？高級箱を見つけちゃった。さすがサム。ほら、落とすぞ。待って、それだけじゃ低いよ。ああ、だな、確かに。ああ、台車持ってくる。途中まで来て。さすが、おつんは切れるね。何？ほら、おつ、頭がいいって言っただけだよ。わかる言葉で喋って。せっかく褒めてやったくせなのよ。じゃ、切り替え OK。 あー、そっか、切り替えないと。
ないの？ほら二人ともその調子で頑張ってくれよ。オッケー、どうぞ。順番にご乗車ください。今の分かった？ちょっと列車にかけてみたんだ。そうね。ほら、よしこい。ミス・ロス、どうぞ。その呼び方。ほら、プロ同士敬意を払ったんだよ。だったら、敬語使って。いや、ダメ。それは無理。ほら、もうすぐね。サム、ロープ貸そうか？いいよ、私の貸す。やった、俺も仲間入りってこと？ますます面白くなってきたな。アサーブにショアライン、少なくも見積もっても数十人。待って、あの箱、銃と弾薬もかもね。あんた武器売買はしない主義じゃなかった？私はしなかった。箱はどうでもいいけど、牙はどこ？アサーブの相手はウスオルカ。誰？昔の部下だよ。あいつ覚えてるぜ。あいついまだにあのダサい髪型のまんまだ。な、笑える。ねえ、交渉が終わった。あんたのオルカが牙持ってる。じゃあ奪いに行くよ。おいおいおい、待てって。計画あんの？言っただろ、数十の傭兵がいるんだぞ。イライラは体に悪いよ。覚えてたんだ。何のこと？セーフティーを外しとけ。いいか、奴らを探し出すぞ。ロスには特に注意しろ。了解だ。ああ、最高。飛んでっちゃった。俺たちの気分は。平気。肩がつくまで残るはずだ。それ、俺たちと。じゃあ、撃ち落としてやりましょう。どうした？戻り
ってやられた。近くにいるはずだ。ヒヤッとしたよ。Thank you.
元気そうだな。私の会社に何してくれた？手始めに儲けを出してやってる。今のは質問じゃなくて文句。あの島であんたを撃ち殺しとくんだったよ。ああそうだな。そしたらあんたが尻尾巻いて逃げるとこ見なくて済んだ。おいおい、そういうのは別の機会に頼むよ。ああじゃあ牙よこせ。こいつと組んでる？ついに行かれちまったか。それとも相当金に困ってるってことか。たく、なんでみんな仲良くできないのかね。少なくとも私は寄せ集めの兵士に武器を売りしてない。ああ相変わらずだな。昔からあんたは対局を見ていない。あんた本気で玉の見返りにこいつをいただいたと思ってんのか。どうでもいいね。牙をよこしな。
やなこった。そういや花火が上がるらしいぞ。二度は言わないよ。そうか。ほらよ。やべえ。さすが。どうも。弾のばらつきはあるけど。さっさとどいて。悪い。俺にも見せてくれよ。ああ、3分の1は俺の取り分だろ。あんたはクロエとわけな。なあ、あんたは新入りだから分かってないんだろうけどさ。私は高いんだよ。おい、ちょっと待てよ。爆弾よ。あ？そんな、アサーブは牙を爆弾と交換したのよ。花火か。おい、これでかいぞ。ええ。線路は町の中心を走る。市場もね。なら町を見つけて通報すりゃいい。間に合わない。爆発すれば何千もの命が。それはまあ残念なことだけど。でもお宝は手に入れたろ？なあ。ちょっと。まさか列車を追うつもりじゃないだろうね。そうかい。プランはあるわけ？お前ら計画立てない主義なんじゃなかったっけ？あんた止める気はないわけ？いや、ほら。でもあいつの言い分もわかるし、たくどうすりゃいいんだよ。うちらには関係ない。自分で言ったろ。列車に追いついたとしてどうするの？爆弾は解除できやしない。そうね。よし。じゃあとりあえず警察に通報して。あなたたちには関係ない。爆発すれば国で内戦が勃発する。もうたくさんなのよ。これ以上目を背けたくないの。死んでも構わない。ねえ、分け前は取っといてよ。ね。念のため。あいつと二人きりは勘弁。どいて。なんで？私の席。うん。あ、そう。どきますよ。何？そう、走り沿って。ちゃんとした道走ってくれよ。道は切り開く。ああ、しっかり前見て運転しろよ。ねえ、サム、運転したい？まあ、そうだな。残念。しっかり捕まってて。バイクが来た。あいつが蹴散らした。逃がすんじゃねえぞ。どいてどいて。もう観念するぞ。肌乗り禁止。こいつ倒して。落としたよ。撃て。
そこ列車が見えた。追いつけるぞ。逃げられると思うな。やっつけた。ああ、うっとうしい。ちょっと位置が上がり、やったよ。探したぞ。列車だ。見つけたぞ。サム、キバ頼むわよ。よっしゃ。交代。こっち見てこいよ。やべ、死なないで。あいつ平気？心配なの？ほら、牙持ってるし。ねえ、でっかい木箱はどこにあるわけ？エンジン室。じゃあそこ目指せばいいのね。一歩前進。こっち。ああ、もう敵が来た。マスターアームの手下、まだバレちゃいないみたいだね。
エンジンに行かなきゃ。Thank you.
ディアよ。あんたでしょ。そっか。爆弾の話つけて、列車の準備して。随分と念入りな計画だね。計画めちゃくちゃにしたら面白いことになりそう。そろそろ目的地。ダメそう。手伝う。これかなり重い。ほら、行って。よし、いいよ。あった。うわ、想像以上に大きい。間違いなく軍事用だね。ね、手伝って。あ、もう重すぎるよ。排除できないの？爆発しまうだろ。じゃあプラン B ね。展示室よ。手伝って。ほら行って。いや、まさにエンジンって感じ。ここ通れそう。来て。もう嘘でしょ。なんで敷設されてる。ねえ、屋根は？アイデアがあるなら大歓迎。あそこ。え？線路の切り替え所だ。あそこに行けば進路を変えて時間を稼げる。悪くないじゃない。あ、もう。俺たちの勝ちだ。うまい、いただき。やばい、ダディ。いいから。スイッチに向かった。男は嫌われるわよ。もう時間がない。ナディーンは？まだ列車。スイッチに行くわよ。もう時間がない。おい、このアホども、1分くらいくれよ。やば、列車が降ってきてる。やったぞ。これで片付いた。よっしゃ、次はスイッチ押して。マジで頼むって。ウッソ、ナディ、助けないと。おい待てって。きっと平気だろう。ほらあいつ強いし。ラム、わかったよ。最悪。行け。
止めとく。オーケー。やった、列車が見えた。でもどうやって乗ればいいわけ。周りに橋なんてないし、踏切もない。ああ、そっか。見映っちゃうとか。お願い。うまくいった。ああ、どうしよう、橋が。くそ、ダク。私はこれでも自分が辛抱強い男だと自負している。その私ですら貴様ら野良犬どもにはうんざりだよ。かつく、その口ひん曲げてやるよ。来い、腕前を見せてもらおう。戦え。そこだ。やって。やめろ。命を懸けてまでなぜだ、愚民どものために。ほんと、あんたってムカつく。私はホイサラの古き王たちの末裔だ。王国は復活するのだよ。なぜここに来た。黙りな。どこどこ現れやがって。貴様はこの程度か。やめてよ。あんたに強いはずじゃなかった。私の国で貴様は一体何を狙っている。ほら、あんたが大事そうにしてるもの。爆弾か。こんなものいくらでもあるぞ。町など焼け払ってやる。みんな私の前でひれ伏すがいい。何？終わりにしよう。あらが。自分の負けを認めたらどうだ。丸あがきはここまでだ。あー、ちょっと、ダディ、今行く。両親だ。私は良かったもの。I'm
か貴様らごときにやられるはずがない。あ、まずい。ねえねえ、ちょっと足が。黙って戦え。終わらせるよ。このクズどもめ。貴様らのせいで全て水の泡だ。この手でこの国を浄化するはずが、なぜ私の邪魔をする。おしまいだよ。勝ったつもりか。これで終わりじゃないぞ。貴様らは何も成し遂げてなどいない。確か言ってなかった、発展には犠牲がつきものだってね。フレイザー、さっさと行くよ。この忌々しい犬どもめ、走って。早く。いい考えだろ、今よ。マジかよ。ああ、サム。ほら登れ、引っ張ってやる。ったく、ダイエットしたら。これは筋肉、みんなそういう。さあほら。ああ、もう、ありがとう。ああ、お前らどうやって脱出したんだ。自分でも何が何だかさっぱり。そういや、アサーブ。列車とさよなら。まあ、ラスボスってのはそういうもんだしな。おい、あれ見ろよ。綺麗。だな。私たちやったのね。そうだね。それで、あなたはこれからどうするの？ああ、ショアライン取り戻して武器売買を阻止？ショアラインは忘れる。マジで？マジ。っていうより、トレジャーハントってのはもう少し続けてみようかなって。相方募集中の自分勝手なバカいない？俺とあんた以外。ごめん、私プロとしか組まないの。だね。牙はどこ？お前嘘だろ。ちょっとアーム。おい、冗談だってば。ほらよ、今の顔ってったく、なんだよ最後の一本が。本当に綺麗ね。こいつでいくらぐらい稼げると思う？まあ、文化賞に寄贈すればそれなりの謝礼はくれるんじゃない？でしょ相方さん。肘。ああ、まあ。そのジョークマジで笑え。文化賞に寄贈ってね。あ、嘘だろ、本気じゃないよな。
わかった。プライベートコレクターな。まあとりあえず聞いてくれよ。ほらお前らの優等生っぷりには感動させられた。マジでさ、俺だって大賛成だよ。でもよ、もしいいから黙って食べる。Thank you.